今回はゴッドハンドの先生に肩を治療していただきました。はい、どうも皆さん、こんにちは、翔平 TV です。そしてこちらの方は、五髪整形外科の五髪先生でございます。よろしくお願いします。前回野球 YouTuber 向こうさんと一緒にこちらの大阪の五髪整形外科さん、行かせていただいたんですけど、その時に僕は腰を痛めてまして、で腰を見ていただいて劇的に良くなって、まあ野球の方は結構順調にいってたんですけど、まあ、今年入ってから結構投げる機会が多すぎて肩をやってしまいまして、今投球がもうできない、緩く近い距離でしか投げられなくなってしまって、大会が結構あるんですけど勝ちたい試合に使えないっていう状況で、ピンチに直していただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずは可動域確認をします。左右の上がり方が違いますね。次は痛くなる瞬間に止めます。右肩がこの時点で痛い。もうこういう動きはできないんで、これをまずできるようにしないと。段階的に、はい、痛みがずっとあったんですけど、ロキソニンを飲んで痛みをない状態にして投げ続けたんですよ。だから、まあ、痛み止めっていうのは一つの方法なんだけど、はい、あんまり痛み止めなんで根本的に解決してるわけじゃないんですよ。っていうことは悪い状態で投げたらどうなるか、もっと悪くなる。はい、弱いですね。はい、はい、こっちの方向になってるね。はい、右側やっぱり、はい、右側やっぱり、はい、すいません、はい、ほとんど下向きに、はい、すごい足してるんだけど、見せ切りできます。やばい、やばい、今は右の方が短い。あら、はい、はい、わかります。おお短い方に合わせたけど大丈夫短く足短くなっちゃって最初聞くの忘れた長いのがよかったですね短い方に合わせでも あったのはい、あったのと思う。はい、すごい。これで仰向けに、はい、はい、これが大きいだけじゃなくなった。それが本物ですよ、本物ですよ。はい、こっちもともと入ってるね。はい、右が前かかる。はい、はい、よし、本物ですよ。それで近いですよ。ちょっと
来て前の日とか。はい。もう分かった。おお。全然動いてなかったですもんね、これ。あれ？まだね、ちゃんとはちょっと浮いてるけど、でも写真見ると全然。これは多分見た目でも動きますね。そうですね。注目。これちょっと痛みはあります。でもさっきよりは行ってるけど、でも前は大丈夫で、後ろも行き出したけど、まだ後ろの方向性。これはもう好きです。この状況で軽く。さっきそれに引っかかったよ、引っかかってました、なんかもうこんななっちゃったんですけど、おお、あれ上にパッとこう自然と上がってくる感じですね。痛みはないですね、今のところ。シャドウ、まあ、ちょっと上げる分は、はい、オーバースロー出てきたんですか。多分みんなしてると思うんですけど、俺結構下がって、そう、結構だんだん下がって、そうなんですよ。オーバースロー。これで痛かったのをまずこれを取らない。でシャドウも、今シャドウも歩いてて、はい、段階がある。ああ、はい、段階。痛みはあれなんですけど、でもさっきよりも動くんです、うん、さっきより行ってますよ、あれスムーズになりました。全然投げ方違う。今のフォームが翔平さんの投げたいフォームってことですよね。そうですね。これぐらいだと。ステップがなんかだいぶ大きく広げられてる。腕の振りがもう全然、うん、はい、というわけで、今回は、小松先生に、ちょっとの治療をしていただきました。もう動画見てもらえば分かるんですけど、劇的なもう変化をしました。で今後投げていって皆さんにいいピッチングを見せられるようにちょっと頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。小松先生、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、小松接骨院さんのホームページ、そして YouTube チャンネルがありますので、こちらの方は、その概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。
また見てね。